輝く太陽のもとに開かれている中京レース場寮と発表された馬場には砂塵が待っています。馬場が乾いているので足元が滑るかもしれませんね。現在1番人気はミホノブルボン、続く2番人気はハッピーミーク、注目のハルウララ1枠2番での出走。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは7番9番ハルウララ芝からダートに入っています。さあ激しい先行争いで前に出たのは7番ミホノブルボン、並びかけてきた。激しい先行争い、内を回ってハルウララ少し離れて9番、少し後ろからアグネスターキオ、それを見るようにヒシアマゾン、1馬身離れてジンボリルドルフ、1馬身差メジロマックイーン、その後ろオグリーキャップ、少し後ろからハッピーミーク、その外並んで14番13番続いている、それを見るように6番、その外並んで10番、後方2番手に16番、その内並んで1番、意気揚々と先頭を行きます。ミホノブルボン、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。先頭は見合ったまま、果たして抜け出すのは誰か。栄光まで400、最後のコーナー、先頭はミホノブルボン、最後は2人のつばぜり合いだ。先頭ミホノブルボン、しかしその差はわずか200を通過。ミホノブルボン苦しいけど粘っている。ハルウララ並びかけてきた。ハルウララ追いすがる。ハッピーメイク、2人もつれたままゴールイン。ハルウララ URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優駿たちの頂点が誕生です。2着ハッピーミーク、3着に入ったのはミホノブ。やったやったやった、やった。We'll be right back.